今日は、元、キングプリンス、メンバーの平野翔さんが、ダンサーで、振付師のリエハタさんとダンス動画をインスタグラムに公開した話題についてお伝えします。平野さんは、今年5月にキングプリンスを脱退し、ソロ活動を開始しています。リエハタさんは、平野さんが所属していたグループの楽曲、1番、すき読み、 の振り付けを担当したことで知られています。二人は仲が良く、たびたび SNS で交流を見せています。9月23日には、平野さんが自身のインスタグラムに、リエハタさんとのツーショットを投稿しました。二人は、お揃いのキャップと T シャツでリラックスした表情でポーズをとっています。平野さんは、イビングイズアットマークリエハタとコメントし、 リエハタさんと一緒にゆったりしている様子を伝えています。また、ストーリーズでは、私服かぶってます笑い、年足しみを込めてコメントしています。この投稿には、ファンから、翔くんとリエハタさんのツーショットオレシールかわいい、お揃いだ、などの声が寄せられました。また、二人で踊ってほしいまた、リエハタさんの振り付け踊る翔くんを見たい、コラボしてほしい、 という期待する声も多く見られました。果たして、ファンの期待に応える形で、翌日の9月24日には、平野さんがリエハタさんとダンスしている動画を公開しました。その動画は、平野さんのアカウントから投稿されたもので、約15秒間のものです。二人は、お揃いのキャップと T シャツでメロウな音楽に合わせてリラックスしながらダンスしています。動画には、 just or a t for it というコメントが添えられており、今後の展開に期待を負っています。リエハタさんも自身のアカウントから同じ動画を投稿しました。こちらには、v ブリ y w a と、ハズ a w o r t h という意味深なコメントがついています。また、ストーリーズでは、カメラ回されたから動いただけみたいな、とコメントし、ダンスは、 即興だったということを明かしています。リエハタさんは、処理用イラのリエハタダンスフリースタイルイビンジャスト WAIT4IT というハッシュタグをつけています。この動画には、ファンから、最高すぎます。二人とも可愛くてかっこいい、翔くんが楽しそうだし、リラックスしてルグなどの声が寄せられました。また、何か始まるのを待まってるよ。 ドキドキが止まらない、という期待する声も多く見られました。二人は、お揃いのキャップと T シャツでリラックスしながらダンスしています。動画には、ジャストを A と f o r w e というコメントが添えられており、今後の展開に期待を追っています。リーハタさんも、e v e r y w h e と h a a w o r t h という意味深なコメントを綴っています。ダンスは、 即興だったということです。平野さんとリエハタさんは、どんな関係なのでしょうか二人がどうやって知り合ったのか。そして、今後、どんなコラボレーションをするのかについて、少し掘り下げてみました。まず、二人が知り合ったのは、2018年に発売されたキングプリンスのデビューシングル、シンデレラガールの振り付けをリエハタさんが担当したことがきっかけです。 その後も、一番、すき読み、などの楽曲の振り付けをリエハタさんが担当しました。平野さんは、リエハタさんの振り付けに対して、すごく自分らしく踊れる、自分の中で、新しい発見がある、と高く評価していました。二人は仕事だけでなく、プライベートでも仲が良く、たびたび SNS で交流を見せています。例えば、 2020年12月には、平野さんが、リエハタさんの誕生日を祝ってインスタグラムに投稿しました。その際に、リエハタ先生お誕生日おめでとうございます。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。とコメントし、敬意と感謝の気持ちを伝えています。また、2021年5月には、平野さんがキングプリンスを脱退したことに対して、リエハタさんが、 メンバーとの集合写真をインスタグラムに投稿しました。その際に、今まで出会った中で、最高のボーイズグループの一つです。彼らと一緒に仕事ができたことをとても光栄に思い、感謝しています。みんな愛してるよ。ログとコメントし、英文で溢れ出る感謝の気持ちを伝えています。平野さんとリエハタさんは、仕事仲間であり、友人でもあります。 しかし、最近の動画では、二人の関係に変化があったのではないかという噂もあります。その理由とは何なのでしょうか、実は。二人の動画には、ある共通点があります。それは、二人が着ている T シャツにプリントされているラッパー、ニピーアクチニウムの顔です。ニピーアクチニウムは、1990年代に活躍したアメリカの伝説的なラッパーで、 平野さんもファンだと公言しています。しかし、ニピー・アクチニウムは、1986年に銃撃されて死亡しました。その深夜背景には謎が多く、生存説や陰謀説も根強く囁かれています。平野さんとリエハタさんが、ニピー・アクチニウムの T シャツを着ていることは、偶然なのでしょうかそれとも、何か意味があるのでしょうか二人が、 ジャストェイとフォイッド、エブリューエイト、ハズ・エイ・ウォー・ルティチ、というコメントをつけたことは、2P アクチニウムに関連する何かを示唆しているのでしょうかファンからは、2P アクチニウム好きなんだで、2P アクチニウム復活するの、2P アクチニウムの曲をカバーするの、などの推測や質問が寄せられています。また、翔くんがやりたいことをできる世界が来る最高です。翔くんを応援してるよ。 リエハタさんも素敵な方だね、という応援する声も多く見られました。平野さんとリエハタさんは、今後、どんなサプライズを用意しているのでしょうかがファンは待ち遠しく思っています。平野翔さんは、9月24日にインスタグラムを更新し、グループ時代の振付師であるリエハタさんと一緒にダンスしている動画を公開しました。ファンからは、翔くんが楽しそうでリラックスしているという声が湧き起こっています。 23日には、リエハタさんとの再会ショットを投稿しており、お揃いのキャップとにピアクチニウムの T シャツを着用していました。また、インスタグラムストーリーズでは、私服かぶってます笑い、とコメントしています。24日には、二人でメロウな音楽に合わせてリラックスした状態でダンスする様子を公開しました。なお、ダンスは、リエハタさんによると即興とのことで、 カメラ回されたから動いただけみたいな、と体が赴くままのものだとしています。ファンからは、見せてくれてありがとうございます。楽しみに待ってます。最高すぎます。二人とも可愛くてかっこいい、と動画に喜ぶ声とともに。